働き方改革法案可決、労組支援獲得のため紛糾を演ずる愚かさ。衆議院厚生労働委員会は5月25日、残業時間の上限規制や高収入の一部専門職を労働時間規制の対象から外す高度プロフェッショナル制度、高プロ、創設などを盛り込んだ働き方改革関連法案を採決した。採決の際、野党は委員長席に飛びかかり、マイクと読み上げ原稿を奪い取った。委員長は粛々と採決を進めるが、マイクがないので会場の議員には聞こえない。仕方なく理事議員が聞き取って全員に合図を出す。自民、堀内典子議員はその合図を送る理事で、委員長の発言を聞き取って必死で我々与党の委員に合図を出していた。と杉田水脈議員がツイッターで報告している。杉田氏は、過労死を増やそうなどと考えている与党議員は、ただの一人もおりません。断言いたします。あらぬレッテルを貼り過労死問題を政局に利用する姿勢こそ非難されるべきですとツイッターで説く。本音は野党議員も同じ思いだろう。限りある審議時間を大切にすればいいことだ。わざとらしく反対示威活動で目立とうとするか。安っぽい騒ぎに乗せられ、過労死遺族の方々がすぐ目の前で傍聴してるんですよ。本当に信じられない。堀内典子議員の、はしゃいだような一連の行いは、国会議員として許せるものではありませんと。嫌悪感ありありの批判ツイートが掲載されている。左派野党と同じように、並行して論ずる意味のないことを持ち出して、ぐだぐだ文句を言い立てるのだ。ついでながら、杉田議員はこのような悪意あるツイートもそのまま掲載している。少しでも気に入らないツイートがあれば即刻削除する野党の棒女議員とは大違い、杉田議員のツイートへの信頼ありと思う。堀内氏は野党が委員長のマイクと読み上げ原稿を奪って声が聞こえないから。それを聞き取ってくれ全員に合図を出してるだけで、はしゃいでいるのではない。お定まりの野党採決時、抵抗の映像を見せられて思うのは、これって強行採決じゃなくて強行反対だ。支援する労組向けへの演出に過ぎない。委員長につかみかかるやり方は、ボールを持っていないアメフト選手に違法タックルを行う行為と本質的に同じ卑劣さだ。そういえば左派野党の多くは、護憲勢力、専守防衛で武力行使反対を掲げているはずなのに、カメラが回っていると暴れるとか、意味不明なことをよくしてくれる。